議会政治の父江戸時代には飯直家の神屋敷がここにあった戦前は陸軍省参謀本部陸地測量部があったそして尾崎記念会館を経て現在の県政記念館へ尾崎幸男は1858年に現在の神奈川県で生まれた日本の政治家教育者だった議会政治の父県政の神様として有名当選回数は史上最多の25回尾崎は94歳まで衆議院議員を務めたことから日本史上最高齢記録となっている当選は25回 議員の勤続年数も63年と同じく日本記録である衆議院議員と兼任しつつ東京市の市長をした9年間にわたる在任期間は清掃が激しく短期での交代が多かった東京市長の中で最も長いものである1946年に勲章を返上し政界からの引退を決意していたものの三重県を中心とした支持者が無断で推薦した結果三重県の選挙区をトップ当選したご視聴ありがとうございますチャンネル登録・高評価をお願いいたします